それでは放送席、ヒーローインタビューいきましょう。そしてライオンズファンの皆様、お待たせしました、ヒーローインタビューです。今日のヒーロー5勝目を挙げました牧田和久投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。5月15日以来の白星、今お気持ちいかがですか？いや、嬉しいです、はい。まあ、ここまで約2ヶ月その思いを聞かせていただけますか？そうですね、この間ずっと自分のピッチングができなくてどうしようか迷ってたんですけど、まあ、1回登録を抹消して、まあ、ミニキャンプということでもう1回下半身を鍛え直してもう1回自分のピッチングを見つめ直して、まあ、その中で今日はいいピッチングできたかなというふうに思います。そのご自身でもいいピッチングという88球ですね、振り返っていかがでしょうか？そうですね、今日はもうまっすぐが走ってたと思うので、まあ、表示的には全然その25キロだとか全くだったんですけど、自分の感触的にはまっすぐ走ってるなっていう感触だったので、まあ、非常に良かったかなと思います。味方打線も本当に牧田投手に勝利をという思いしっかり伝わってきましたよね。そうですね、序盤でもう点取ってくれて非常に楽なピッチングできました。もちろんファンの方もここで牧田投手のお声を聞きたかったと思います。メッセージお願いします。苦しい中でも応援してくれてありがとうございました。また今日のピッチングで満足せず、もっともっと勝っていけるように頑張っていきたいと思います。おめでとうございます。今日のお一人目のヒーロー、5勝目を挙げました牧田投手でした。そして続きまして2回に貴重な追加点、鬼崎雄二選手です。ナイスバッティングでした。あの2回どんな思いを乗せてのタイムリーでしたか？やっぱ牧田も頑張ってたんで、なんとか追加点が欲しい場面で、あとチャンスで回ってきたんで、なんとか、返せたらなと思って、はい、思い切っていきました。一塁ベース上でのウィンウィン、いい笑顔でしたね。そうですね、嬉しかったんでつい、はい、笑顔になっちゃいました。まあ、チームとしても2日続けての2桁安打、いい勢いあるんじゃないでしょうか？いや、本当打線が調子いいんで、でピッチャーのすごい頑張ってくれてるんで、すごくいい形になってるんじゃないかと思います。そして今日は歴史あるユニフォームに袖を通しての勝利となりました。着心地いかがですか？最高ですね、はい。明日もそのライオンズクラシック続きます。意気込みをお願いします。明日も、いい試合ができるように、明日もたくさんのスタンドへ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。今日のヒーローお二人目、鬼崎選手でした。高田のヒーロー2人の喜びの声を聞いていただきました。まず松沼さん、牧田なんですけれども、はい、まあ、ストレートはね、本来の牧田ですと130キロ台が出るんですけども、はい、今日はまあ125キロぐらいでした。でも本人は手応え感じていたようでしたね。そうですね、まあ、いわゆるあの指先にかかったね、はい、ボールが出てるって自分の中にあれば、かなりね自信を持って投げられると思うんですよね、はい。まあ、こちらから見ても、いつもよりはしっかりと投球をしてたんで、はい、まあ、割と安心して見てられました、うん。ただ精神状態的にね、まあ、2ヶ月も勝ってなければどっかで危なっかしいかなと思いましたけども、まあ、7回交代するまでね、はい、牧田本来の投球ができたと思いますね。そうですね、まあ、本人もストレートは球速表示はそんなに出てなかったけども手応えを感じていたと、この時代で振り返っていました。